福原貞俊は、大江勢秋福原氏の人物。この氏名を名乗った人物が2名いる。福原氏は同じ名前を名乗った者が多いため、以下にまとめる。福原博よ。福原朝博。福原博都福原貞俊。福原博都市、代当主。福原貞俊。福原元俊。福原博都福原元俊。 福原博都氏。定の字は、秋福原氏の初代、福原博世の養父にあたる長井貞宏に由来する字で、ある。一方、春の字は、福原博都氏をきっかけとして代々通り字として、用いられるようになっていたものである。博都氏の子である貞都氏は前日の、定の字を取ってその名を称したものと推測され、孫の貞都氏も祖父にあやかって、同盟を名乗った。なお、 同盟に関しては、福原貞俊のみならず、形図を見ての通り、福原博俊や、福原元俊と名乗った人物も複数名おり、同様に祖先にあやかるか、あるいは本家筋にあたる毛利氏からの返記の授与によるかのいずれかによって生じたものである。福原貞俊は、戦国時代の武将、毛利氏の家臣、秋福原氏九代当主、八代当主、福原博俊の子、 毛利高原に嫁いだ姉と弟に福原元澄がいる。毛利氏筆頭画廊となる十代当主、福原博士の父、福原貞都は戦国時代の武将、毛利氏の家臣、秋福原氏十一代当主、毛利氏の宿老であった福原博士の嫡男、上記の福原貞都の孫にあたり、それにあやかって貞都と名乗る。少年は、 英常16年説もある。前述の通り、祖,祖父、広都氏の娘が毛利高原の正室となっており、毛利京元や毛利元成を生んでいる。父の広都氏も元成に家督相続を打診するなど、毛利家へ中での発言力は大きかった。佐田都氏も早くから毛利元成に仕えて、各地を転戦し、天文19年。 それまでの功績や誠実な性格をもとなりに信頼されて、毛利氏における筆頭重心にまで取り立てられた。工事元年の五福島の戦いの後に、毛利氏が大内領への進行作戦である傍聴計略でも、長戸勝、山城を囲んで内藤隆代と大内義長を自害に追い込んでいる。その後も小早川隆景らと共に瀬戸内海を中心に、 軍事行動を展開し、A60 年からの毛利氏の伊予出兵や、A612 年の大内テルヒロの乱でも、主力を率いて活動している。元成の死後は、毛利照元を補佐し、吉川元春、小早川高景、口場通り両と共に四人衆と称された。主な任務としては、高景を補佐し共に、山陽、瀬戸内方面の政治や軍事を担当した。天正12年、 高齢を理由として、嫡男の元都市に家督を譲って隠居し、文禄2年8月10日に死去。去年82、または75。子孫は、江戸時代の長州藩においても、一門家老として、徴用されている。なお、福原氏には、戦国期から安土桃山時代にかけて、広都市、佐田都市、元都市を名乗った当主が、複数いる。ありがとうございます。